皆さんこんにちは。私は本日講師を務めさせていただきますアンダーソン・モーリートモ友ネ法律事務所の弁護士の中野祐介と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。本日のテーマはですね、2020年12月25日施行令和元年独禁法改正の重要ポイントということで、12月に施行されます独禁法改正の重要な点を 簡潔に説明させていただくという目的で設定させていただいておりますご留意いただきたい事項としてこちらに記載している事項がございますまあ、お読みいただければ幸いでありますさて令和元年改正独占禁止法の特徴を簡単に説明させていただきます今回の改正は手続き面の改正であって実態要件の改正ではありません 中でも重要な3点がありまして課徴金制度調査協力減産制度判別手続きの3つが特に重要となっておりますので本日はこの3つに焦点を当てて説明させていただきますそれから改正の技術的な特徴などですけれどもまず難解な定義規定等がたくさん入りましたまた従来以上に法,法政令 公正取引委員会の規則ガイドラインパブコメに対する回答の考え方などの重要箇所、まあ、さらには経過措置や担当官の解説等を追いかける必要性が増加しておりまして非常に追いかけるのが難しい改正となりましたそしてまた5年後に見直しが予定されています、まあ、そういうことを考えますと非常に複雑でありまして従来以上に専門家に 緊急時には依頼をするということが必要になっているというふうに思います本日のセミナーの目的としましては独占禁止法の初級から中級程度の方がですね今回の改正の概要を把握し有事に備えるための契機を作るということを目的にしています 条文その他にですね、通行して内容をすべて理解するということは、非常に今回の改正の内容については難しいと思いますので、外部の弁護士と有事におけるコミュニケーションを有効かつ迅速にできるというレベルを目指すのが現実的な目標であろうと思われます。それから本日は時間の関係で省略しますけれども、私的独占や不公正な取引方法についての課徴金の関係は、 意外とですね、家産定期間が長期化された等により、リスクが高まっておりますので、まあ、プラットフォーマーの方、あるいは大手の会社の方、業界での死者が高い方はご注意いただければと思います。それから本日、言い尽くせないことのですね、がで、コートリーの改正特集ページに特集されており、動画等も、あるいは資料も充実しておりますので、併せてご参照いただければと存じます。 それでは早速内容に入っていきたいと思います課徴金制度の改正のその1として課徴金算定基礎の改正があります、えー、図を用意してみました、えー、事業者 ABCD で違反行為をしますそしてえその完全子会社等こちらの2つの会社はですね、えー、完全子会社で違反をしていないという前提になりますけれども その2社もユーザーザに対しして売上があったという場合を想定します従来からこの青の事業者 A や D が販売ユーザーに販売した金額は課徴金の対象でした今回の改正では完全子会社で違反をしていない会社からのですね売り上げここは入らないんですけれどもこちらの特定非違反供給子会社等の売り上げは入ると。 いうなかなか難しい改正になりましたこのよとこの区別はですね指示または情報を受けという点が重要でありますこちらの完全子会社の方は入らないということでありますそれから紫の線ですねこちらは関連する商品駅務の不提供を条件として、えー、提供する下請け取引等の売上高で、えー、まあ、他の会社企業グループに販売したようなものを 対象にしています次のスライドに行ってみましょう。えー、従来はですね、えー、違反事業者の売上額に課徴金を課すと非常にシンプルな制度。まあ、あの技術的な算定方はシンプルでもないんですけれども、まあ、比較的シンプルと言えたと思います。今度は改正後はです、ねえー、いろんな項目が追加されました。えー、違反事業者の、えー、先ほど申し上げた、えーえー、紫の部分ですね、こちらの部分、それからいわゆる談合金ということで、 あなたが譲ってくれたので100万を払いしますというようなものもキャッチされることになりましたそれから完全子会社等ということで完全子会社の先ほどの紫の部分の売上げ談合金も入りますとそれから指示または情報を受けたような完全子会社で違反をしていないものについては売上額さらに紫緑色の部分も今回課徴金の算定基礎になったと。 いうことであります。まあ非常に複雑ですけれども、図解するとこういうことになります。少しコメントさせていただきますと、赤や紫や黄緑の字の部分が今回の改正によって違反事業者の課徴金算定基礎に入ると。で、断合金等は掛、えー、け目なしの百パーセントで課徴金になります。そうすると結構大きな改正のように見えますけれども、最も,もですね、従来から同一企業グループ内で複数の会社が違反をした場合には。 それぞれの法人宛に課徴金が課されていて、この点は改正後も同じです。そうすると、同一企業グループの複数事業者を違反・行為者とする実務は引き続き継続すると予想されます。なぜなら、先ほどのです、ね、追加された課徴金算定基礎となる事業者の部分というのは、完全子会社を前提にしていますので、8割、7割、6割の出資先と。 いうところの売上はカバーできませんそうすると彼らを違反行為者としたいという要望が欲求が公正取引委員会にあるというふうに予想されますそれから先ほどの特定非違反供給子会社の要件である指示や情報というのはどう解釈されるのかと医師の連絡があれば共同違反行為者になりますそれよりどの程度弱いものがこの要件になるのか そして例えば、えー、末端の人が情報を受けた場合にそれでも、えー、そこは算定されるのかという問題がありましてこれは、えー、今後の解釈に委ねられる問題かなと思いますその他、えー、経過措置などもそちらの方に記載しておきましたのでご参照ください課徴金制度の改正の2番目の項目としては課徴金算定期間の上限が大きく変わりました これは今回の改正の非常に大きなポイントだと思います。従来はですね、違反行為が終わった時から最大遡って3年ということになっていたので、3年分が MAX の課長金算定基礎でした。改正後はですね、えー、調査開始日、定義は下にある通りですけれども、から10年前の日まで遡りますので、非常にここのインパクトが大きい可能性があるということです。 ここでいう調査開始日や立ち入り検査のほか、報告命令を受け取ったという場合も含みますけれども、この10年になった根拠というのは、会計帳簿の保存期間が10年というふうに商法や会社法で決まっていることに端を発します。で、一旦立ち入り検査があればです、ね、調査に2年かかったんで、12年前のはありませんというのはだめで、10年を超えても調査終了まで記録を継続、保管すべきだというふうに返されます。 でこうなった場合にはですね OG や OB にインタビューしなければいけないとつまり8年前の担当者が辞めてる可能性がかなりありますのでそういう人にインタビューをする必要性がアップしますし、えー、古いメール等をですね普段からアーカイブしておかなきゃいけないのではないかというような問題意識も発生するところでございます。 それからこういう形でリスクが大きくなると事前で1位のポジションが空いているということを課徴金減免管理官に確認ができたとしてもです、ね、従来であれば3年分のリスクであれば即申請だということであったとしても10年分免除を受けたとしても10年分の民事賠償リスクがあるということになると果たしてそこで申請をしたものかどうかというジレンマが従来よりも大きくなる可能性があります。 そのほか、経過措置はそちらに書いた通りでありますし、書類保存期間についてですね、皆さんの会社でも可能な範囲で手を打てれば望ましいかなと思います。先ほどのメールアーカイブの件もそうですけれども、例えば失注した案件については、もうすぐに書類を処分してしまうという会社さんも、私が関係した過去の案件では見られましたが、 まあ、そういうものもですねなるべく長めに保存しといた方が、まあ、倉庫であるとかサーバーを食うという問題はありますが独金法リスク対応としてはよろしいのではないかなというふうに思われるところです課徴金制度改正のその3といたしまして課徴金算定基礎を推計するという全く新しい規定ができました、まあ、条文としてはそこに書いた通りなんですけれども重要な点は資料や事実を出せなかったという場合にはですね それによって認定ができなかった期間についてその他の資料を用いて合理的な方法により推計して課徴金の納付を命ずることができるという規定でありますでそれを受けて審査規則でこのように書かれているんですけれどもこれはちょっと言葉で言っていると面倒なので図を書いた方が分かりやすいと思います一つ左側はです、ね、右肩下がりのビジネス右側は右肩上がりのビジネスという,ふう想定です そして右側に行くに従って時系列が新しくなるという設定です。左側の場合で黒い部分の資料はあったとします。で、左側の資料はないという場合に黒い部分の平均値で残りの期間の売上は推計されますのでこの場合は得をするということになります。では今度は右の場合はいかがかというと右肩上がりですので 最近例えば5年間の平均をもって6から10年目遡った期間の売り上げを算定します。そうすると本当はですね少なかったのにたくさん認定されるとこういう問題があるわけであります。で果たしてこれがですね法に合理的な方法と言えるかという論点は法律的にあるかとは思いますけれども まあ右肩上がりのビジネスについて資料が散逸してしまうと、えー、ひどいことになる恐れがあるという点はご留意いただければと思っています、まあ、その他の規定のその他の改正ですけれども、まあ、一つは卸売業小売業による軽減算定率というのはもう廃止になりましたしたがって例えば、えー、課徴金算定期間の最大限がかなり上がりましたので卸売業の方などはですね 10倍以上のインパクトともなりうるというところが一つポイントかなと、業種ごとのポイントかなと思います。また、違反行為の終了時から命令までの期間の測ってですね、この期間を超えたら命令を打てないという期間が、これは排除措置命令にも影響する改正ですが、5年から7年になったので、この点でも非常に古い事件を掘り返されるリスクが上がったというふうに言えると思います。 課長金制度に関する改正のその他の続きですけれども中小企業のの軽減算定率の考え方が大きく変わりました改正前はですね当該事業者が中小企業かどうかというところだけを見ていたんですけれども改正後は当該企業グループに1社でも中小企業ではない。 企業があるかどうかで軽減算定率の適応を判断しますここは結構10が4になったりですね大きいポイントですので該当する事業者さんには影響が大きい箇所かなと思いますその他そちらに書きましたような書改,改正がなされていますそれでは大きい項目で二つ目ですね調査協力減算制度の導入に入りたいと思います そちらに課徴金減免申請の順位で始まる赤枠の左側が、ですねこれが従来の課徴金減免制度の改正後の姿であります。右側に調査協力減産制度を受けた場合の減産率、これは追加で左側に追加でかかるという立て付けになっていますけれども、そういう表がコー取リーの運用方針にありましたので、そのまま持ってきております。 で従来の制度との比較ですけれども、まず事前の1位であれば全額免除と、ここは従来から全く変わっていません。そして右側の制度を利用するまでもなく、全額免除ということであります。その他の場合は、ですねまず左側の課徴金減免制度を利用しただけという場合には、ですね、えー、従来利用できた業者さんにとっての減額率は、むしろ、えー、改正後に下がったということになるんですけれども、 右側の調査協力減産制度も併用をして最大の減産割合事前であれば40%事後であれば20%ですけれどもそれが取得できた場合には改正前よりも合計ベースの減産率が悪くなることはないというところがポイントになっています。 でえー、左側の課徴金減免制度を利用して、えー、誤行通知、それは左側の制度、あなたはしっかり利用して要件を満たしましたという通知ですけれども、これを公正取引委員会から受けなければ、えー、調査協力減産制度、右側の制度を利用することができないという立てつけになっています。で、その申し出,のそれで申し出をしてですね、えー、協議をして合意すれば、えー、合計ベースでは先ほど申した通り、 え従来並み以上と減産を得られるという合理的期待があるということです、まあ、その他ですね大きな変更といたしましては、えー、従来は枠があったんですけれどもそれは撤廃されましたので、えー、出遅れた業者さんも利用が可能であるという点、えー、それから従来は FAX でですね、えー、現面を申請して順位を決めてたんですけれども今度は電子メールになりましたいろいろ技術的課題ありますけれども本日は省略させていただきます で手続きの流れですけれども、えー、コート取ウェブサイトから引用してますけれども、減、え、免、ー、申請をして、先ほど申し上げた、あなたは減免申請をちゃんと使いましたという通知を受けてから、協議を申し出て、協議して、えー、合意すると。で、えー、合意できた場合には協力、協力を履行して、最後、えー、命令等に至るという形になりますが、調査機関を通じて、 コートリーと密接なコミュニケーションを行うということになっていますのでおそらく制度を開始すればかなりコミュニケーションを行っていくということになるかと思いますでこの流れを全部実施する必要があるということになりますが詳細はそちらにお書きをしたコートリーの運用方針を見ていただくとこれは非常に分かりやすく整理されておりますのでご一読をお勧めいたします この制度を利用する場合の最大のキーポイントは、えー、従来から引き続き現面申請の意思思決定ととというところがポイントになると思われます、まあ、有事の際にですね、えー、順番争いをするという重要性は一見すると、えー、早いかどうかの、えー、差がつく左側の30%だの20%だのというところの差がですね 従来より少なくなりましたので従来よりこの重要性が低下したと一見すると思えるんですけれどもそもそも課徴金のリスクが上がっている可能性がありますので必ずしもそうとは言えないむしろやはり引き続き迅速な意思決定や、えー、電子メールでの申請を早くするということが重要かなと思いますでその際、えー、これも従来通りですけれども代表員を押さなければいけないそして弁護士が 代理をする場合でも、ですね委任状にはこの代表員がいるということになりますので、どうやって代表取締役を捕まえるのか、あるいは私が聞いた事例ですと、ある会社さんでは、ですねもう減免申請の場合には代表取締役が捕まらなくても押していいという実務の会社もあるようですが、まあ、そういう平時からの検討ということが、引き続き重要かなと思います。 先ほど申し上げた協議の申し出は、誤行通知を受けた日から10回帳日以内ですので、もうすでにです、ねえー、申請をしている過程で、えー、右側の調査協力減産制度を使うかどうかをよく決め考えておくということが必要だと思います。そしてこの調査協力減産制度の目新しい点といたしましては、公取ー,ーの方針として、なるべく寛大に運用するということがかなり示唆されています。 そしてて減免枠も撤廃されていますで課徴金減免申請の公表については申請者の意思確認を行うことなくコートリーが公表するというプラクティスに現在はなっていますので減免申請を行わないことにですね株主が不満を持つという可能性が従来よりも高まっているということにもご留意いただければと思います。 そしてこの協議合意の実際の運用ですけれども運用方針を見てみますと、えー、特定割合でのについての合意、えー、あなた何十パーセントという合意と、えー、上限および下限ですね最低10%最高40%上げますというような合意のうち通常は後者で運用するということが明らかにされていますその上ですね、えー、比較的受け身の姿勢でも大きな減産率を得られる可能性が示唆されています 例えば追加報告の求め。これは要するに、あなたはこの点よくわからないからよく調べて回答してくださいということに応じることはえ、事業者の協力内容として必ず盛り込まなければいけないんですけれども、積極的にうちの方でこれを調べて提出しますということを盛り込まなくてもですね、えー、申し込んだ側のオファーとしては十分だというふうに運用方針として書いてあるということです。 そして受け身な形で追加報告をした場合にその事実も新たな事実として評価される可能性があるというふうにも明記されていますこのような方針というのはですね事業者がいろいろ探した上で著しい付加価値を出してくださいという欧州委員会の D2NC 制度などとは大きく異なるものだということが言えると思いますただですね注意しなきゃいけない点もあります いわゆるコートリーによるインタビューで把握した事実についてはですね審査方針への迎合であるとか冤罪等の懸念が従来指摘されましたのでそれについてはこの制度の内容として評価をしないということが明記されていますがその供述した内容をフォローアップして報告等を行った場合には事件の真相の解明に資するという形で評価されるというふうに運用方針に書いてありますそうしますと従来以上にですね インタビューが終わった方にちょっと悪いけどすぐ弁護士のところに行ってくださいという形でいわゆるデブリーーフフィングををすすすすぐ行っっててォローアップすべき事項ががななないいいかか確認るることと従来以上にに重要思ま私どもが経験した場合でもですねこういうここに書いてあるような理由によって遠慮していることがありましたけれどもそういうことはもう今後はあまりすべきではないということになります。 まあ我々のところでもですね例えば11時に終わった人に電話かけてきたらじゃあ今からおにぎりだけ買って来てくださいという形で深夜まであのデブリーフィングを行っていることは従来からありましたけれどもそういったことをしっかり行う必要があるのではないかなというふうに思っています。こちらは条文のですね再掲でございますのでお読みいただければと思いますが必ず盛り込まなくてはいけない事項というのは受け身とも取れるもの。 も含んででいいるととうことでありますそれからそういって出してきたものをどう評価するのかというポイントに移りたいと思いますその3つのポイントは具体的かつ詳細化それから網羅的であるか否かその網羅的の対象事項は下の方に記載しておりますそれから当該事業者が提出した資料により裏付けがあるかどうかということなんですけれども このスライドで、もう黄色になっている箇所というのはですね、実は課徴金減免制度を利用したことが前提になっていますので、そうすると、その業者はもう裏付けを出したという取り扱いになっています。そうすると、必ず1つの要素は満たしますので、事前であれば10%、事故であれば5%というところは満たすことになっています。 で網羅的という点について、ですねそれはちょっと結構大変なんじゃないのという趣旨のコメントがパブコメでは出ていたんですけれども、そこの評価の基準も、ですねいわゆる絶対基準ということで、当該事業者ができることをすべてやったかという形で見ていくようですので、そうすると、例えばメインではない、末端の事業者は最大限の減額を受けられないのかというと、 やるべきことをちゃんとやれば受けられる可能性が、えー、十分に示唆されているという制度になっています。それから、えー、丸1のですね具体的かつ詳細の判断についてですけれども、えー、先ほど申し上げた、えー、真相の解明に資する事項8事項のうち1項目でも、ですね具体的かつ詳細であればこれを満たすということが担当官の解説にあります。そうすると、この点でもですね寛大な運用というものが予想されるかなと思われるわけです。 それから、一生懸命ですね、社内調査をして出したとしても、どうしても古い時代のことなどについて、他の事業者の報告内容とそごが出る可能性は、これはあります。ただ、その場合でもですね、直ちに評価要素を満たさないであるとか、あるいは結核自由に該当すると、そういった判断に直結するわけではないということも、パブコメの回答でなされています。 それから、命令のドラフトを受け取ったときに、うわ、うちはこんな少ないのかとか、ですねそういうことがないように、おそらく内示があるというものという期待があるということが、パブコメの回答で示唆されており、この点でも手続き的にですね少し安心して利用できるような工夫がなされていると言っていいと思います。それから、少しマイナーではありますけれども、減免の失格自由というのがもし該当してしまった場合にはですね、 課徴金減免制度と調査協力減産制度、両方でアウトになりますので、えー、例えば報告等の求めにです、ね、いやらしいな、この質問はというものが出てきても、ですねちゃんと回答しないと、す、え、で、ー、にご交通知をもらっていても、課徴金減免制度で失格する恐れがありますので、注意してください。それから、えー、いろいろ合意をしようと思って交渉しても、合意が不成立という可能性もわずかにはあると思います。 その場合その時にディスカッションをした内容をですね、えー、事業者の不利に使われるということはないということが規定されていますそれでは本日のですね3つある項目の最後であります判別手続きの導入に移りたいと思いますこちらはですねよくキャッチーな用語である弁護士依頼者間の秘匿特権であるというようなフレーズも使われているところではありますが えー、それとイコールだ、またあるいは非常に近いというような形で単純に理解するのは大きな誤りでありますので要注意です。まず、えー、大きな違いとして不当な取引制限のみということがありますので私的独占や不公正な取引方法などの単独行為には適用がありませんしそれから不当な取引制限と実質的な重なるところも大きい事業者団体規制であるとか刑法の談合罪は適用外と。 いいうことになっていますそれから行政調査手続きに限定されたものですので反則審査であるとか検察庁による捜索差し押さえは全く対象外になっていますそのほかアメリカでは適用対象になっている社内弁護士とのコミュニケーションであるとかあるいは国際カルテルに関する保護の有無程度にもですね実務上の疑義や疑問がありますしたがいまして実際の運用を予想いたしますと 特に慎重な事業者さんにおいてはですね、活用場面はそれほど広くはないという可能性が十分あると思います。まあ、ただしですね、えー、実態がよくわからないうちに相談を開始したとかいう序盤のメールであるとか、あるいは取締役会での意思決定に使う意見書等について、えー、意義がありうるのではないかなと思いますので、よく検討されるといいかなと思います。判別手続きの制度利用の要件について、えー、このスライドにまとめています。 審査規則の抜粋ということになりますけれども、こちらに書いた6要件がありまして、上から順に課徴金対象非行為、法的意見、それから事業者と弁護士の間で、秘密に行われた通信で適切に保管され、手続きを遵守するという項目になっておりますけれども、論点や留意事項という点では、ですね法的意見の点については、例えばインタビューノートは保護されるのか。 という点事実の記載ある意見書はどうかこれらは、えー、引き続き不明瞭な点が残るのかなと思っていますそして、えー、社内アンケート等への回答ははここれれ保護さなないということとうになりますそれから事業者と弁護士の間という点に関してはですね、えー、事業者の従業員誰でもいいというわけではなくて、えー、弁護士に相談する職責にあったものからという点が、えー、書いて要件として書いてありますし それから、弁護士というのもですね、社内弁護士については原則として入らないというような書き方になっていますので、ご注意ください。また、役職員が個人で弁護士を起用することもあると思いますが、そちらはおそらくまず入らないということになるかなと思います。それから、適切に保管の点についてはですね、これは日本企業でもプリビレッジドコンフィデンシャルということをよくマークしておりますけれども、それではだめだと。 日本人の公取ー,ーの人がガサに行った時にですに、ね、立ち入り検査に行った時に、すぐ見てわかるようにということで、ここに書いてあるような公取、ね、審査規則なんちゃらということを書いてくださいということになっていますので、ここも実務上です、ね、意外と重要な点だろうと思います。 まあ、その上の4つの要件をですね通信要件と言ってみたり通信要件を満たしたものを特定通信という用語法で解説したりされていますで5番目の点は保管要件ということになるわけでありますで今の話はですね主に紙媒体を意識した議論ですけれども電子データの場合どうかという点が今時はですねより重要足りうるわけですけれども もちろん基本的には応用なんですけれども指針の中のですね第7に電子データへの対応という項目があってもちろん参考になりますけれども必ずしも網羅的ではないということになりますで特にですねメールのやりとりに関しては推奨されるプラクティスとしてはですねホーム部門で特定のメールアカウントを作ると、まあ、プロジェクトなんたらというようなものを作って弁護士とのやり取りの受発信はそこからだけにすると で個人アドレスに転送したり CC したりしないということがですね、判別手続きに載せるためにいいやり方だと思われます。で、電子メールの場合ですね、最初は大ごとじゃないと思って弁護士の相談を開始して、いやいや、これ大変だという指摘を受けるようなことが十分ありうるわけで、その場合ですね、最初から完全な対応は難しいと、とりわけ懸命をですね、 先ほどの公取審査規則云々と後から変更することはできないわけですがこういう問題にどう考えるんだというパブコメがありましたそれに対する回答としてはですね電子メールをエクスポートして別の電子ファイルにするとでそこのファイル名に公取審査規則特定通信等として特定のフォルダに保存した上で判別手続きにおいてこういう扱いをしましたということを説明すると。 これによって制度に乗ってくるだろうということが言われておりますのでこれは電子データの扱いいいにについてですすね重要になり得る点だと思いますそれから国際カルテル事件にどう対応するんだという点について一つはまず日本の弁護士の意見書の英訳をどうするんだということこれがですね 外国の弁護士と共有すると保管要件に違反するのではないかという問題がありうるんですけれども、まあ、それは問題とならないということが指針の中で触れられていますで。今度は外国の弁護士の意見書をどうするんだという逆の方向の問題があるわけですけれども純粋な意見書についてはですねこれを提出命令の対象とはいたしませんということが指針に書いてあります。 ところがですね意見書というのは通常は事実について誰さんがこういう話をしてこれはまずいだろうというようなことが書いてあったりするわけですけれどもその事実面についてですね、えー、提出命令の対象とはしないという部分が適用になりませんのでそして通信要件も満たさないので、えー、判別手続きに乗ってこないということに見てるとですね取扱い指針を見てるとなるわけです。 最もそういう扱いい扱はですねアメリカやヨーロッパにおける特権の保護対象文書あるいはメールを取っていくということになりますので国際的には問題になるという可能性がありまして果たしてそこまで踏み込んでくるのかはちょっとよくわからないところがあります。 でもしやられちゃった場合には日本企業が依頼者の場合だけですね、えー、不便なことが発生するという点があって、まあ、それもですねイコールフッティングとかそういう面で問題があるというようなことを例えば経済団体などの方では心配するのではないかなと思っておりますで判別手続きの導入についてはですね、まあ、手続きについて今日なかなか全部は説明できませんけれども一つ重要な点は立ち入り検査のですね 当日に制度利用の申し出をするということは一つポイントかなと思いますその日にトリガーさせないとですね失禁してしまいますのでご注意くださいその後ですね大きく分けると最初2週間の一時的な手続きそれからその後に続く6週間の二次的な手続きがあって最初の方では申し出書を確認したりあるいは概要文書というプリビジログといいまして番号が1から20番まであります それらはこういう文書ですというようなものを説明文書を出すということが必要になっています。そういう形で簡単な要件確認をした後二次的な手続きで判別官からの質問などを受けて回答していくということになると思います。でこれをですね最終的には判断をして OK であれば還付されるそれから駄目だということになれば審査官の方に回るわけですけれども。 これは、えー、判別官の判断には処分性がないと、えー、行政事件訴訟法に処分性がありませんので還、えー、付請求をして、えー、却下を受けるそしてそれに対して法的な手続きを取るということが不服申し立ての方法になっていますさて、えー、いろいろ説明してきましたけれども改正後の制度はどのように展開するのか公との,の実務はどうなるのかについて簡単にコメントさせていただければと思います 今年のコロナウイルス化によって、長期間にわたってですね、立ち入り検査がなかったんですけれども、9月以降はですね、結構、えー、頻繁に立ち入り検査が行われています。まあ、したがって、えー、もちろんあの一定程度、ですね、審査部門で事件が吐けたという面はあるかと思いますけれども、まあ、引き続き、えー、活発な執行には注意が必要であるということが言えると思います。それから5年後の見直しという点ではですね、 例えば調査協力減産制度がどのように運用されたかという点であるとか秘得特権今回のものは中途半端で足りないという意見も多くございますので果たしてどうなるのかという点やもともとですね検討の過程で上がっていた裁量型課徴金をいよいよ導入するのかどうかといった点が5年後の見どころになるのかなと思っております。 以上をもちましてですね、本日の講義を終わらせていただきたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。